ユホエリアス・エルコは、フィンランドの政治家、外交官、実業家。冬戦争直前、外務省を務めた。メディア財閥、サノマの総裁。国民進歩党党員。ヘルシンギンサノマットが身のオーナーであり、1937年から翌年まで、同市場で、反訴キャンペーンを繰り広げた。1938年初め、ドイツ政府の要求により、 アール・ホルスティが更迭された後、愛もかやんでる政権の外相に就任。エルコの外相就任は、中ヘルシンキドイツ大使ブイブルッヘルとの信頼関係によるものだとされる。親独的な立場を取り、ソ連との接近には反対していた。1938年8月、ドイツへの抵抗を表明することを要求するソ連の提案を拒否。第二次世界大戦勃発後、 1939年9月、ブルフヘル大使と会見し、ソ連が新たな要求を提示した場合、ドイツの支援を当てにできるかどうかを探った。1939年10月に、モスクワで始まった交渉において、エルコは、セイスカリ、ラバンサーリ、チュテルサーリ等の譲渡のみに同意し、カレリア地境での国境線の交代は、厳格に拒否するよう訓令を出した。ソ連側は、 満足しなかったが、ソ連へのいかなる情報にも反対した。11月8日、フィンランドの提案が受け入れなかった場合、ソ連の全提案を拒否し、交渉を中断するよう、大統領に無断で代表団に訓令を出した。ソ連軍が進攻して、冬戦争が始まった11月30日に、連立を構成する社会民主党の米のタネルから退陣を要求され、12月1日、 カヤンデル政権は、総辞職した。その後、メディア財閥、サノマを率い、スカンジナビアで、第2位のメディアグループに成長させた。ユホエルコの死後、財閥は、息子のアートスが率いた。アートスエルコは、2001年、フィンランドで最も裕福な人物となった。ありがとうございます。